ものすごいホワイトノイズが出てる気がするけど、なんだっけ、レンコン、何入れるの、レンコンときのこ、人参、間違えた、肉、肉、マジでびっくりした。あれもしかして私この格好間違えたかしら。暑い暑い。レンコンって秋なの？秋なんじゃないの？最近安いんだよね、レンコン。とても良き。どうあがいてもさ、こいつがさ、こういう向きになっちゃうんだけど、いや絶対こうなるの。なんでこうなるんだと思う。もっと上につければいいのかな。うん、マイク上向いててほしいの。上向いてくんね。味噌汁作る？あ、あった方がいいよね。味噌汁、ナス使ったって。ナス、うん、ナスずっと残ってるから腐っちゃう。うん、俺ナスの味噌汁あんま好きじゃないんだよな。なんで？ナスの前何入れると？ナスと豆腐？まあいいか、ナスと豆腐でも。なんでもいいよ。なんでもいいよ。なんでも合うよ。なんでも合う。なんでも合うか。レンコンの皮むきってみんなピーラーでやるのかな。すんごいむきづらいんだけど。ピーラーなんじゃない？いつも思う。あと味噌汁の準備をします。すごい根菜の香りがするんだよね。ん？根菜の香りがする。根菜だからね。はい、見栄えの問題もあってこの服着とったけどダメだね。暑い。それは暑いでしょ。脱ぎます。なんかドアがいても変な動きになる。お前そんな風になってない？わかんない、見えない。あ、ちゃんと真上向いてる。私もこうやって真上向けときたい。だってほらギリギリにつけてるもん。もっと上じゃない？ギリギリにつければ大丈夫。うん、レンコンの皮むきで筋トレできそうなぐらい力いるんだけど。怪我しないでね。うん、あれ俺これさっき洗ったよね。洗った。めっちゃ乾いてる。秒で乾いてる。ちょっと失礼。レンコンの方の味付け何だっけ？酢。だしの素使った？使ってない？知らない。使わないんじゃない？知らない。多分呪術廻戦のあいつかい。カズと配置はナシュビと、ちょっと失礼。レンコンってさ、すごく好きなんだけどさ、めんどくさいよね。めんどくさいんだよね、うん、だから俺嫌い。でも美味しいんだよね。だから俺嫌い。美味しいから嫌い。安い時に買う。そう、今の時期レンコンがさ、うん、安いんだよね。レンコンが安いとか旬なのかな。分かるし、旬の野菜食べようってのも分かるし、根菜は大事ってのも分かるんだけど嫌い。パパ一人で作るとき絶対使わんもんね、こういうの。もうめんどくさいもんって。終わっとるよね。切るのがめんどくさい。私がいなくなったら絶対に偏るよね、バランス。偏る。うん、想像がつくわ。野菜をあまり取り入れない食事になりそう。そうだね。取り入れないの、そう。だからね、せいで野菜炒め良くないんだよ。野菜で何個食べる場？1個、2個、3個、別に何個でも。豆腐とナスだけだったらナス2つぐらい使ってもいいかもしれない。多いかな。まあ、ナスの味噌汁美味しいから。そう、ナスってあんまり価値がない気がするんだけど。あるあるある。ナスをバカにしちゃいかん。ナスでさんって何のために生まれてきたのかしら。え、それはね、モラハラですよ。ナスに対するモラハラですよ。ナスビさんってそんなに人に愛される食材だったかしら。めっちゃ愛されとるよ。特に味噌汁。え、ナスの味噌汁っていうやつあるよ、インスタントで。バカにしちゃいけねえよ。いつものマニアックな人。そう、熱烈に得ているだけなのではなくて。違うよ。本当？野菜をバカにしちゃいかんよ。好んで食べられてるのかしら、本当に。めっちゃ好んで食べられてる。めっちゃ細かいね。え？食べるの大変そうじゃない？
もっと大きい方が良かったかしら。まあ、いっか。私ナスビ嫌いだから、なんかちっちゃくしてピッピッピッって食べた方がいいかな。溶けちゃう別にいいけど、1本でも結構の量っすよ。でもナスと豆腐しか入れないんでしょ。豆腐も本当は半分ぐらいでいいしね。豆腐はタンパク質だからケチる必要ないんだよ。プン。まあでも母さんがそう言うなら僕は従うよ。母さん、ああもう別に全部入れてもいいし、どうしてもいいよ。女性の言うことは聞いておかないとね。なんで？女性に嫌われるからね。なんじゃそれ。ママさんの話を聞くパパさん素敵。もう今のでイメージダウンじゃん。え？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 めっちゃイメージアップやん。え？あ、ちゃんとそこまで考えてやってるんだ、偉いなって。イメージアップを狙ってのあれだったらイメージダウンじゃない？マジで。じゃあ全部使おう。もうお前の言うことなんか聞きやしねえ。お肉はお酒かけとくんだっけな。かけといた方が美味しいような気がするな。お肉とお酒の相性はいい気がするな。油ブラブラ、かさぶら。味噌汁もあと味噌とかしたら終わりです。これも炒めたら終わりです。炒めるとこ取らんの？取ります。取ってください。え？私の勇姿を。あ、お酒かけといてこれ。あ、そこにさ、レシピさ、開いてあるんだけどさ。レピシ。びっくりするぐらいこれ綺麗に解凍されてるね。うん。なんで？わかんない。天才だったの？お前強めにしたから。天才的解凍技術と、なおかつしかもチャレンジ。これってさ、前もさ思ったんだけど、換気扇うるさくない？はい、まあうるさいかうるさくないかで言えばうるさいかもしれないけど、換気扇なかったらこの家にダメージ当たるので、その方が大事。そこも含めて最適解を見つけていきたいでしょぞ。片栗粉で、片栗粉をまぶして、まぶまぶ。この片栗粉でとろみがすでにつくという算段でございますわよ。おぞましい考えでございます。本当かしら。ああ、なんてことよ。シュガーないわよ。え、予備なかったっけ？もう全部使ったっけ？覚えてないわよ。ちょっと薄いな。ちょっと薄いけどいい？ダメ。え、薄めの味噌汁でいい？ダメ。いいね、オッケーオッケー。濃いよりかはいいでしょ。ダメ。オッケーオッケー。出来上がり。ダメ。で、なんだっけ、あと酢か。あ、やっぱり大さじ、それだ。これ大さじじゃねえわ。いいよ、似たようなもんじゃん。てれてーん。俺そういうのこだわるからなんかやだな、気持ち悪いな。大丈夫大丈夫、変わらん変わらん。すぐなくなるよ。え、買ってこなか。タラララララタラッタタ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 タ。人によっては今のとこでめっちゃ怒るんかな。怒るっしょ。だってこんなに違うんだよ。これ大さじじゃないじゃん。いけ。失礼。包丁で刺された。刺してないわ。大さじに見えるからいいんだよ。見えるからいいんだよ。もうそれは大さじなんだよ。やだ、薄いの。あ、あ、ほら、いきます。バチバチいきます。バチバチ言います。きっとバチバチ言う。私を見てください。熱い。
しようになっちゃうよ。一回目は我慢できたのに。何がこの日よ。二回目は我慢できなかった。レンコンとあとキノコ。あれ。いや、キノコいるけど、ま、いるけど、かき回さんと焦げる。レンコンの甘酢炒めはね、本当に美味しいよ。美味しいよ。美味しいよ。よ。ここに甘酢をかけます。お肉についていた片栗粉ちゃんが溶け出してとろみを与えてくれます。まあほぼほぼ完成だね。あとはしっかり煮込んで片栗粉ちゃんで、はい。レンコンって生で食えますか。わかんない。硬いかもよ。じゃあちょっと煮込んだ方がいいね。うん。なんかすごいぶっといんだけど大丈夫。大丈夫大丈夫。一個だけすっごいぶっといんだけど。オッケーオッケーオッケー。誰が切ったか知りなんで切って。大丈夫大丈夫。一個だけぶっといんだけど大丈夫。なんで。あれまだご飯が炊き上がってないぞ。早すぎた。たっぷ作り出したのが。言うてあと5分。今40分のはずなのになんでこの人。この人ちょっと5分。遅いからまあ行くか。よかった、6時に設定してなくて。そうだね、ちょっと早めにしといて。あの時の俺の判断、ママがもう作ろうって言ったからなんか何も考えて作っちゃったよ俺。いいってことよ。いいってことよ。怖えわ本当に。だいぶ煮詰められました。というわけで、恒例で娘さんのやつから入れます。ピチョピチョっと、はい、ピチョピチョっとピーポー。たくさんレンコン。娘さんはレンコンのやつは好きなんだろうか。結局黄金比で醤油、みりん、酒は1ずつ入れればただそれでいいって話だもんね。うん、同比率。これみんな知ってるのかな。奈良漬けだって。これ奈良漬けなの。奈良漬けって言ってた。なんかいただいた奈良漬け。なんか名古屋名物。ハス漬けじゃなくて。わかんない。なんかうん、なんか言ってた。名古屋名物奈良漬けなのなのかな。なんかうん、分かんない。カス漬けじゃなくて、うん、奈良漬けって言ってた気がするんだけど。俺カス漬けって君に言われた気がしたんだけど。え、言ってないよ。言ったよ。お酒の味がするとは言ったけど、なんか最近さ漬物にハマっててさ、たくあんもあればキムチもあるんだけど。あなた生まれた時から漬物にハマってるわよ。そうだよ、私小学生の頃からあの好きすぎてさ、よくおばあちゃんがくれてたんだよね。私のためだけに漬物を作って持ってくるぐらい漬物が好きなんだ。素晴らしい。じゃじゃん、 20% 増量。今日買ってきたたくあん美味しいよね。これも持ってこ。たくあんも出てくるんだけど、そっちのなんたら漬けはちょっと俺濃ゆい。ああ、確かに、うん、ご飯めちゃくちゃいっぱいの中にちょびっと放り込むぐらいの濃ゆさだよね。これたくあんの使い方ちょっとおかしいみたいで、ご飯食べた後にお茶と一緒に食べるんだよね。おかしいことはないと思うけど、いろいろあるよね食べ方がね。ご飯と一緒に食べないんだよね。これはこれだけで持ってこ。呼んでいい？いいよ。食べるよ。本邪魔がいただきます。いただきます。味噌汁。本当に薄いのかしら。うまっ。味噌汁の火これ消してあるよね。めっちゃ熱くない？え？ごめん、味
噌汁の火冷えてるか見て、見て聞いてもらっていい？全然味あるじゃん。全然うまいじゃん。出てないよ。ありがとう。ありがとう。じゃあレンコンもいただきます。うん、お肉とレンコンです。うまいうまい。シャキシャキいいよね。うまっ。うん、うん、うまっ。うん、うん、うん、うまっ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 、うん、やっぱり前ほどこういうの食べてもヒリヒリしないの喉俺。うん、いいことだね。イソジンとかかますようにしたから腫れが引いてきてる気がする、喉の奥の。このまんま回復するといいな。カラオケも行きたいしね、うん、一番カラオケに行きたい実は俺。治る見込みがなかったからあえて言わないようにしとったけど、ずっと、うん、本当はカラオケに行けんかったのが一番しんどい。うまっ。うん、というレンコンでした。はいはい、うまっ。レシーバーが一番充電減ってるこいつが。うん、うん、でも40分使ってこんなにしか減ってないんだよ。マジずっとつけっぱでもいいかもしれない。